お疲れ様、スラットです。ペッカ使いの皆さん、おめでとうございます。なんとペッカの進化が確定しましたというわけで、まだね、ゲーム内に採用はされてないんで進化ペッカ使えないんですけど、今日ペッカ使っていきます。でなんですが、今日の動画はですね、ペッカが進化するっていう情報が出る前にですね、撮影したのでなんかペッカどんな性能になるんだろうなみたいなことを話してます。はい、なんでまだ知らないんだと思いながらはい、優しい目で見てください。というわけで、軽くね、進化ペッカ性能紹介できると、サイクル1ね、2回に1回進化です。でもうほんと簡単です。敵を倒すたびにHP が回復します。さあこちらですね、敵を倒すと自分の HP の 10% を回復する、最大 HP の 10% を回復するという能力ですね。そして注目点がですね、最大 HP の 1.5 倍まで回復し続けるとこなんですよね。だから敵を倒しまくった時に異常に HP 多くなる時があります。はい、だから結構対応むずくねっちゅう。しかも一発高いんで、火力がね、なんか無敵になりそうで怪しい匂いがものすごいんですけど、どうなるんでしょうかという。まあなんか性能を見た感じはほんとぶっ壊れ、環境支配しそうな気がします。対処できない。まあなんでバランス調整組むのがものすごい楽しみかなというところで、まあペッカ使いおめでとうございます。詳しくね、ペッカの情報を知りたい方は、カブトムさんがね、これまとめてくださってる記事を概要欄に貼ってますんで、ぜひチェックしてみてください。では本編どうぞ。お疲れ様です。今日なんですけども、こちら、クラロワ公式がですね、なんと、匂わせツイートをしておりました。ツイッターの方ですね、はい、ツイッター X か。限界突破、次のカードは何でしょうといったところで、こちらの画像を上げておりました。まあどう見てもこれペッカの耳なんですよ。はい、角かでペッカもなんか蝶々飛んでると思うので、どう考えてもペッカが進化しそうな顔をしてるなと思い、まあ正解は分かんないんですけども、まあペッカの角には変わりないと思うので、今日はねちょっとペッカ使っていこうと思います。まあまだ進化確定したわけではないんですけど、まあペッカっぽいな。他に似てるのとか、なんか、まあ頑張ればメカゴとかも可能性としてはあんのかなみたいなね、とこではあるんですが、まあ他だとわかんないな。超超的なキャラっていうわけでもない。角っぽいので、はい。今日はそんなペッカ高回転でね、出しまくっていこう。1コース4枚、ペッカラムいきます。さあよろしくお願いします。ペッカなのかな、どうなんだろう、なんか、ここ最近進化するとしてもね、ゴブリン関係ものすごい流行ってたし、あんまペッカが進化するとは思えないんですけど、画像はもうペッカすぎて、他の可能性あんのかなって言ったとこなんですけど、ペッカ来んのかなって、今でさえ全然強いっすね、ペッカはね。マルチでも結構流行ってますし、だいぶ優秀なキャラじゃないですか。もっとあるくないですか、運営さん。ゴブリンの小屋とか、オーブンとか。バーバリアンの小屋みたいな、なんかもっと進化するのもありそうな顔すんですけども、はい、まあ、もしかしたらペッカがね近々進化するんじゃないかなと言ったところで、高回転でペッカ出します。なんか少し前に射程が伸びたんだっけな、ペッカって。よいしょ、近距離から中距離ぐらいの射程になった気がします。さあでかいこのダメージ守れるかな、耐えたい。でまたペッカ回ります。早いんでね。まあこれ血ペしちゃおうかな。血ペッカからもうラム高回転で出すだけ強いしね。まあ今日はラムですけど、まあ、ペッカ工場とかもねマルチでは使われてるかな。ペッカバルーンとか、まあ、最近は少ねえか、ペッカスケラとか。意外とこう何でも組み合わせられる便利なカードの一つだと思います。火力も化け物だし、よいしょ。もうこれだけで相手きつくないって話なんでね。ザップもなければ、てか柳目がなければ、もう俺でサポイズン、おい、さあラムが入ってこれで勝てます。いや血ペするか悩むな。ラムで言えばいいんじゃない、あの回んない読み、迫撃砲がで、コスト割いて、おい強っぬるぬるっと勝てそうな。これ卵壊したいね。一生このペッカーの周りでも戦えるっていうね。さあ1コス4枚の良さもしっかり生かしながら、いやだ、もしさペッカーが進化するとしてよ、どうなるんだろうね。まあ7コスなんで、まあ、多分2回に1回とかだと思うんですよ。親衛隊理論、はい。
2回に1回進化。いや想像つかないですけどね、どうなんだろうね。ペッカの進化、なんかまあ鎧かぶる的な、すでに鎧的なのかぶってるけど、まあ鎧かぶるとか、なんかまあ刀持ってるんで、まあその刀からなんかちょっとね、余韻的な、なんか斬撃的なね、ブリーチのイチゴ的な感じで斬撃飛ばしたりとかはまあ多少ありそうだ。なんかそういうのぐらいしか思いつかないな。よいしょ、頼む。まあ、刀持ってるんでね、まあ、あとはその画像で蝶々が飛んでたんで、まあそのゴブジャイの背中にヤリゴブリンがいる的なパターンのそのペッカの後ろにコウモリが2匹ぐらい飛ぶ、弱えかガゴがつくペッカの後ろに、いや強すぎるか、いやなんか可能性としては何でも考えられんなって言ったところなんですけど、いやナナコス進化ちょっと面白そうだなっていうのありますね。トルネでキンキできないな、それ美味しい。まあこれペッカ行っちゃってもいいな、そのあいつものすごいだるいんですけど、そうあいつです、なんか頑張れないかな、まあ、フリーズもあるんですけどちょっと頑張れないかなっていう。よし、いや折っちゃうの価値ありだな。受けなさすぎてさ、マジ微妙な受けしてるけど、意外とイチコス、イチコスオッケーオッケーオッケー、イチコスいっぺーな、出しつきゃな、なんとかなります。その場のね雰囲気でアドリブでやっていきましょうか。困った時はアドリブでお願いいたします。え、どうしようこれ、ペッカ行く？行っとこうか。なんか行かないのもまずいかなと思って、はい、ペッカ一発？オッケーオッケー。でこれ進化ザップを、おお強いね、やばい、どう考えても絶望ではあるんですけど、まあ守っちゃうみたいな。おい、おい、ナイス、耐えたぞ。これ別にラム来ても絶対来るやん、これこんにちは、おい、こんね。いや、熱いな、まあ、ラムとコウモリと、まあ、あと一応エレスピ、エレスピファイスピ、ヒースピもね、まあ、対空ユニットなんで、まあ、無限に対空で回せるっていうのはちょっと良かったりね。進化してなくても十分すぎるんでね、進化してないけどもう加工してほしいもんな。俺ペッカ使わねえからさ。お、こういう相手にはねやっちゃっていいっすか。煽ってくる相手のね戦い方っていうのが一応ありましてですね、まあ、どうするかっていうと、まあ、最もねフィジカルで、まあ、最もプリミティブで、最もフェティッシュなやり方で戦わせていただきます。よろしくお願いします、シングルくん。怖いよー、やばい、いいレスピア。まあ、あのこいつ何言ってんだって方、あの地面紙見てください、はい。バッカおもろいんで、え、まずい。グロい感覚きそう。ペッカからの隙間に合うかな、間に合います、よし。フェニーに食われるんですけど、ラム追加生きて、コウモリもなんか頑張れそうで悪か、いやー
イースピとかやっといてもよかったな。ああまあまあまあいいか。一発？強すぎ。これラム。あぶね。結構雑ラム飛ばしてもいいかもな。相手プリプリプリミティブ、プリプリだもんね。悩ましいな。フェニックスやばい。この位置のゴブジェ強すぎん？このラム逆サイとか言っとくの大事な気がする。来ねえかな。めっちゃ防衛の顔してるやん。じゃあこれ進化本だけ最悪のケアしたいな。これが最もフェティッシュだね。あぶねー、マジであぶねー。ナイスすぎる。まあ勝てば何でもいいんでね。あぶねー、あぶねー、怖え怖え。まあペッカこう書いて回ってよかったの。さあナイスウィンや。よし、ツッツアップね。まあ取り回して進化ヤズアップね。いやなんかヤズアップペッカみたいないるんすよね一応今。もう絶対それやんか、ゴブジャイアンみたいな。はいえよー、うちへ進化回すのだけは。進化回すためのデッキだかんな。エレスピやります。てかラバでブラスターなことある？ラムまで行っちゃいたいな。逃げられねえか。これインドラ溶かせるかな。柳目あるんだよな。いて守れそう俺。ちょっといい防衛しちゃったか。これね、もう一回シンクザップを貯めようかな。そのペッカとかを出さずに。なんか引きこもらなきゃ、ま、勝てない。いや引きこもっても勝てないんですけど。いやまあこれぐらいいくか。できるだけシンクザップのためだけの。いやいい、ダメ。まあどうせこれ守れないんでね俺。そうこれでいいんですよ。いいのかな、マジかな。まあ努力はした。いきます。もう一本折ることしか考えない。スケドラ来たら終わる。
全然終わんない。7余裕。熱っ。相手さ、陸がちょっと少なくね。やっぱ陸少ないよな。縦線とさ、普通さ、もう一枚おるくね。クラロワって。ボイルヤザップ的な。おい、ナイス。回せ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 。回すのだけは得意。おい、来た。なんか足んねえよな。いや、そうだよな。ボイドヤナメザップだったんだ。なんか少ねえと思ったんすよ。陸縦線だけや。あっちー。いや、ボンバいたわ。えどういうこと？前か。まあ、これで全然ペッカ進化じゃなくてね。なんだろ、メガ、もしかしてメガナイト進化で、メガナイトに角入っちゃったみたいなドッキリだったら、バカおもろいんですけど。まあさすがにちょっとペッカっぽいな。めんどくさ。おばさん来た。ママーンが来た。ちょっとまずいが、これはね、キョスケロイフグのトリトンだという俺の読みがあるので、ここのコウモリが相手はきつかったりすると思ったけど、ザッピーが強すぎる。トリトンもあんだろうな。よし。いや、いい。でもラムが入ってるんで許せる。もう一発？よし。いや、キョスケロイグっすね。トリトンねえやつだ。スケーコウモリ。コウモリあったっけ、覚えてねえな。まあ、ロイホングちょっとめんどくさいよね。新鋭隊。ちょっと待って、やばい。このハイスピード届かねえわ、タワーに。マジまずい。新鋭隊まずい。その、俺が泣きてんだよな。普通にペッカ出しちゃう。きつすぎて。今日の俺は冷静です。はい。これでも冷静です。最低限です。やっぱクララにはね、許容というものも必要になってくる。うん、無理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 。硬すぎる。かわいそうすぎ。新鋭隊ロイグのマザニクなんだな。なるほど、面白いな。俺はこの1942を耐えればワンチャンあるんじゃね。ゴーストがいて意味わかんなくなってたな。いやー、1020折れるかな。新鋭隊激そうだな。これ左にマザニク使わすか。使わしてもピンチになるし、使わせなくてもピンチになるっていうこと。はい。マジ面白い。終わった。かわいそう。ペッカ2匹弱すぎんこいつら。ああマジでかわいそうすぎる。ああてめえマジで覚えとけよ。今のかわいそうすぎん。マジ鬼だったな。鬼すぎたな。無理だったな、あんなぽい。やばい。ラムレ対応。一応レシピもして、リトプリね。こんにちは。さあ、ラムライダーリトプリか。まあ、ちょっとレアだけど、ペッカかな、普通に。これ範囲で両方に当たんね。いい、ファイスピア。で。さあ、メガゴとかもいるかもね、これ。ナイトメガゴ。ペラム？流行りはヤナアメザップかな。いや、まあ、ペラムっすね、これ。先に、ペッカ出しちゃってもいい気がする。1倍でダメージ削っとかないと、勝てない気がした。
メガゴね。まあなんかここのペッカ対決できるだけ勝っときたいっていう。おお、ちょっとでかいこれ。いやー、一発いけ。おい、価値高っ。うん、難しいな。普通にペッカ出した後の逆ラムとかされるだけで苦しいんですけど、なんか行っちゃってもいい気もする。これすげえライトニングとか打ちたいけど、まあまあまあ仕方ない。なんならこのダメージ入るのも価値ある。難しいね。マジで限界ではある。が可能性はある。うちはなんつったって高回転ペッカや。マジ絶望すぎる。何これ、進化ザッピ1ある。それだけで強いやん。惜しい。上位互換みたいなの引いた。ずるすぎる。大丈夫。進化したら参るかな。完全上位互換だったんだけど。1倍か、やっぱ1倍で決着つけないと後半はね、種がバレて弱くなっちまうか。いや、いいよこれ。ラムつけるだけ苦しいんじゃない。まあ大砲デリウッドとかだったら結構まずいけど、まずいって言ってんすけどね。さすがに逆か。え、相手受けなくね。つけないよ。おつザップったらもう一発いけたかな。いや、打たなくても打つんですけどね。ペッカ君打つ殴る。え、強っ。
逆ラムで相手コス使いすぎやろ。熱いね。来るよ、ロイホグが。来ないね。うわ、着いからか。まあ、進化ザップとかで、適当にごまかすか。いや、ここね、進化スケも一応ケアしたいとこではある。回ってくんのかは知らないけど。やばい、後ろのペッカ無能体生きてる。まずい、ちょっと負けそうになってきた。いやー、仕方ないっちゃ仕方ないんですけどね。デリバリー、いやー、いいロイホグやなこれ。突破できるんじゃねとか しないとね、まずいんですよ。やばー、気合のコウモリ隊あるかな。あとザップ何回打ちゃいんだろうこれ。マジであとザップ何回だろうね。さすがにね。えっ、おっつミスってるよ、バッテリー。買っとくね、普通ラムが。お必死にザップ回してたけどね。ラッキー、ナイス。眠たい、ヨダヨダッチョさんね。スパーキーかな。ダガーガール、ちょっとやだな。スケダガーか、わかんねえな。エリゴレか。うん、エリゴレっす。ダクネから入ってくるかな。うん、イースピー弱。ワンチャンタワー殴れる。熱っ。え、もう一つ落としてくれ。おい、エリゴレ、いや守れるかな。シンクザップ貯めとくか、今の間に。いや、まあいっか。ペッカからの、いやでもシンクザップ貯めなきゃ止まんない気がする。なんか勝てそうすぎる。絶望が始まろうとはしている。気合の進化ザップマーシャル、熱っ。いい防衛すぎん、なんか。ヤナメ飛んできたら好きだっすわ。エリゴレボコボコ公開テンペッカみたいなとこある。熱っ。こんなことある。ちょっと強いじゃん。そう。1コス4枚。今回のペッカでエリゴレをしばけますよと。いいね。というわけで、ペッカね。進化するんかわかんないんですけど、
結構濃厚くらいにはねペッカっぽいので、ちょっと皆さんもね今の間からペッカ育ててみてください。こちらイチコス4枚ペッカラムも使ってみてください。では、おしとばたりに。